アメリカイギリスドイツ合作のホラーアクション映画。2002年に制作された映画バイオハザードの正式な続編である。サブタイトルのアポカリプスとは目視録を意味する。目視録とは新約聖書における最後の一書のことであり、そこには世界の破滅やイエス・キリストの再来などの予言的内容が象徴的表現で描かれている。 前回での地下研究施設からの脱出の直後の物語として描かれており、施設から脱出したアンブレラ社の特殊部隊だった女性を主人公に前回のバイオハザードの影響が波及し、全体がバイオハザードに見舞われた架空の都市、ラクーンシティを舞台とし、バイオハザードによって発生したアンデッドや生物兵器とウイルス感染を免れた生存者たちとの戦い。 ラクーンシティからの脱出までの戦いが描かれる。カプコンのビデオゲーム、バイオハザードシリーズの映画家権を持つ、コンスタンティンフィルムから監督に抜擢され、前作の監督、脚本、制作を担当したポール・ WS ・アンダーソンは、同時期に制作していた、エイリアン・ VS ・プレデターに監督として参加し、撮影に入っていたため、本作では、脚本と制作に回り、ポールが指名する形で、 本作の監督はアレクサンダー・ウィットが担当することになった。主演のアリス役は愛に引き続きミラジョ・ボビッチが務める。シリーズの他の作品は PG-12 指定を受けているが本作はシリーズで唯一受けていない。本作に登場するキャラクターやクリーチャー、舞台背景、物語などは原作ゲームバイオハザード3ラストエスケープから非常に強い。 影響を受けており、同ゲームのシーンや演出などが映画においても多く再現されている。アンブレラ社の地下秘密研究所、ハイブでのバイオハザード発生から2日後、汚染は研究所内部で食い止められたことで、その真上にあるラクーンシティの住民たちはいつもと変わらぬ日常を送ることができた。しかし、ハイブで起きた事件を調査すべく派遣されたアンブレラ社の 社員が封鎖された地下入り口を開けると高濃度のウイルス反応が検知され調査隊は内部から出てきたクリーチャーによって襲われてしまう。その結果、ウイルスによる汚染が町にまで蔓延し人々は次々と感染してゾンビ化、街中で人を襲い始めて連鎖的にアンデットたちが溢れ出し壊滅状態になった。事件の隠蔽を図るアンブレラ社は中央警備局や UBCS を派遣して、ラクーンシティを封鎖。UBCS 隊長のカルロス・オリベラは、ビル屋上でアンデッドに追われていた女性を助けるが、彼女はすでにアンデッドに噛まれた後であり、ゾンビ化する絶望から飛び降り自殺してしまう。ほぼ同じ頃、アンブレラ社は敵の侵攻を食い止めるべく出動した、警官隊に警備部隊を応援として派遣したものの、 圧倒的な敵の物量になすすべなく壊滅。さらに町の外へ出るゲートに向かう避難民の中から感染者が発生した事実を受けて感染が町の全域に到達し制圧が失敗したと認識して感染拡大阻止のため別の手を打つことを決定した。一方、町に取り残された人々の中には STARS に所属し不祥事を起こして 定職処分を受けていたジル・バレンタインの姿があった。ジルは同僚の警官や一般市民を連れ、教会へたどり着く。だが、その中にはすでに3匹のリッカーたちが待ち構えていた。なんとか反撃を試みるものの、貧瘍なそれらに翻弄されて、絶対絶命の窮地を迎えた時、オートバイに乗った女性が、教会のステンドグラスを割って飛び込んでくる。女性は背負っていた。 三段銃を手にすると、素早い身のこなしで瞬時に、リッカーたちを殲滅してみせた。女性の名はアリス。ハイブから生還した、唯一の人物だった。その頃、町の外れに設けられたアンブレラ社の仮設テントでは、今回の事件の発端となった T ウイルスを、開発した博士チャールズ・アシュフォードが、ノートパソコンを使って、町のメインコンピュータの監視システムへ侵入し、一人娘、 アンジェラ・アシフォードの姿を探していた。アンジェラは、事故の発生を察知したアンブレラ社が、関係者を、町から退避させる際に交通事故に遭い、行方不明となっていたのだ。アンジェラを救うには、半身不随で、車椅子による移動を余儀なくされている自分に代わって、動ける生存者を探す必要があると考えた。チャールズは、街中をさまようアリスたちへの接触を試みていた。ところが、 アリスたちの背後にはネメシスの影が迫っていた。詳細はバイオハザードシリーズの登場人物やリンク先の個別項目を参照。ラクーンシティで多発するテロ事件や事故に対処するために民間企業であるアンブレラ社が多額の資金援助を行ってラクーンシティ警察に設立した特殊作戦部隊。STARS とは スペシャルタクティクスレスキュースクワットの頭文字を取った名前である。原作ゲームシリーズにおける正式名称はスペシャルタクティクスレスキューサービスであり、実写映画版では STARS の最後の S の文字が奉仕活動を意味するサービスから文体を意味するスクワットに変更されている。文体とは10名前後の小規模な部隊を意味する。 アンブレラ社が保有する施設の特殊部隊。UBCS とは、アンブレラバイオハザードカウンターメジャーサービスの頭文字を取った名前である。ラクーンシティでのアンデッドの出現を機に、アンブレラによって派遣され、アンデッドの相当などを行っていた。危険な任務を伴う UBCS の隊員たちは、表社会では生きていくことができない。 社会のはみ出し者で構成されており、任務で負傷してもアンブレラによる救済措置などは何もなく、隊長であるカルロス自身も自分たちが会社の消耗品であることを自覚していた。詳細はバイオハザードシリーズ登場クリーチャーや個別項目を参照。2015年10月7日発売の吹き替え洋画劇場シリーズ吹き替え洋画劇場バイオハザード2アポカリプス デラックスエディションブルーレイには本編ディスクとは別にフジテレビ版の吹き替え版を収録した特典ディスクが付属している。前作愛は原作ゲームキャラクターが一人も登場せず原作ゲームの世界観や設定の一部のみを取り入れ独自に発展させた作品だった。本作では前作とは打って変わり原作ゲームの主要人物を登場させるなどゲーム世界との融合が 大きなテーマとなっている。本作では、特に、バイオハザード3ラストエスケープの世界観や要素と、多く踏襲しており、原作ゲームの主人公の一人、ジル・バレンタインやその仲間カルロス・オリベラ、クリーチャーの追跡者、ネメシスなどが登場している。ジルを演じたシエンナは、役作りにおいて、ゲームのジルの動きをこと細かく研究し、演技で実践した。その評判は高く、 ゲームシリーズの大ファンだったミラをうならせたほか、映画版に対して否定的だったゲームファンからも、容姿を含めゲームから飛び出した本物のジルと絶賛された。本作で、シエンナは英国でいくつか受賞をしている。劇中に登場したトロント視聴者。舞台となるラクーンシティはカナダのトロントとその近郊の街ハミルトンで撮影された。これは、 撮影前の1年前トロントで SARS が流行し映画のロケ地として使う別の映画の撮影グループがいなかったことと原作のラクーンシティの街並みとのイメージが合致したことによりロケ地に選ばれた。しかし夜の撮影が大半を占めていたため銃声や爆発音による近所迷惑などを考慮しながら撮影することとなった。アンブレラ社の研究所のロケ地には トロント視聴者のツインタワービルが使用されている。アリスがビルから垂直に駆け下りるシーンは、ミラ本人がビルを駆け下ったのは地上25メートル地点からで、屋上から25メートルまでの撮影は女性スタントマンが行った。この時、体がビルの壁面から離れないようにするために別のワイヤーで体を固定して撮影を行った。 その後、デジタル処理で体と壁面をつないでいたワイヤーを消している。スタントマンがやるという話が出た際、ミラ本人は怖くないし、自分でやりたいと屋上から駆け下るのを猛烈に要望したが、結局監督の説得で25メートルからの駆け下りを行うことで本人は不満ながらも承諾した。しかし、実際にミラが25メートルを駆け下りたところ恐怖で、 足がすくんでしまったと語っている。またアリスへのヘリからの機銃装車を逃げるシーンや、ネメシスのロケットランチャーをジャンプして避けて砲弾がパトカーに直撃するシーン、ガラス窓やガラス戸を突き破って侵入するシーンを演じたのも前日と同じスタントマンでヘリの機銃装車を逃げるシーンでは、ガラスの割れていく通路の中を走る映像を、 スタントマンが演じ、後で撮影スタジオ内のブルーバックスクリーンにて、女性スタントマンの走ったコースと同じ曲線を走るミラを撮影。それらをデジタル合成でスタントマンの顔をミラの顔にすげ替えている。アリスがネメシスに向かって発砲しながら接近し、木箱を踏み台にして飛びかかるシーンでは、最初は木箱の上で止まって銃を撃ち続けるという内容だった。 しかし練習でミラが行った際走っていた時の勢いがついていたために木箱から転落失神するアクシデントが起きたため木箱からジャンプしてネメシスに飛びかかるという内容に変更された冒頭に異常気象の猛暑だとテリが担当するニュースで語られているこれはアリスやジルの衣装を薄着でセクシーなものにするためのミラのアイディアしかし撮影時は非常に 寒く物語の設定上屋外で夜間の撮影が多かったため女性ヒロイン二人はとても大変だった。そのため男性陣は皆寒くても文句は言えなかったという。舞台背景や演出など原作ゲーム3の設定が多く踏襲されている他にバイオハザードコードベロニカのゲーム冒頭のオープニングムービーを再現したアクションシーンも存在する。これらのアイデアは 本作の制作、脚本を務めたポール・ W.S. ス・アンダーソンの意向により取り入れられたと語られている。また、アンジェラとチャールズの親子の名字は、原作ゲーム、CV に登場する敵であるアルフレッドとアレクシアの兄弟と同じ、アシュフォードである。また、アンデッドの大群によって、ラクーンシティ警察署の警官たちや、アンブレラ社特殊部隊の隊員たちが全滅していく、シーンは、 原作ゲーム3におけるオープニングの紫外線の再現、終盤におけるアリスのアクションシーンは CV のオープニング映像におけるクレアレッドフィールドのアクションシーンの再現となっている。ありがとうございます。